いつものモバラツインサーキット飛び出してハーバーサーキット来たぜアウトドア店さんにお願いします。素敵なゲストの方が来てくれてます。スーパーフォーメラーに参戦中の元気レーサー小高和人選手。イエーイ、やばいですね。今回の企画はハーバーサーキット、はい、木更津アウトドア店の最速タイムを叩き出そう。2021年のベストタイムはバス早い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 。センブリ茶持ってきてもらっていいですか。だいぶ売れようとしてる。見えない見えない。RDS レーシング皆さんこんにちは。 MC のスーパー GT 公式面談長の小庭です。 MC の杉原です。よろしくお願いします。ちょっとすいません、入ってこないでよ。トントントンでしょ。そうですね。なんでか分からないですけど、いやもう緊張してんすけど、なんすか。いや僕ね本当許せないですこの前の動画で、ね、何が腹立つってちょっと仕切れる人がいない時にのびのびしてるから。だからさ俺がさあのコニワッチいないと楽しそうだねって言ったのはあながち嘘じゃない。いや嘘じゃないですよ、嘘じゃないですよ。なんかコニワさんいるとやりにくいんですよ。ふざけんなよ。でもコニワッチすごい評価高いよ、みんなから。そう、コニワさん評価高いんですよ。それは分かるんですけど、なんかちょっとあのコニワさんがいると萎縮してしまうというか。いやじゃあ例えばじゃあそのこう立場が変わったら違うのかなと思うわけですよ。例えばどうですか、はいはいはい、今日スタッフさん僕がね大体 MC すると思ってますけど、それを逆にこう、ね、一人でね、そう逆に仕切りで、はい、だから一回一人でオープニングやってみてよ、はいはい、ちょっと見たいね。なるほど、はいはい、それなんか呼び込みみたいなと、はい、あとここの、まあ、ハーバーサーキットさんのご紹介も含めてね。あこの辺も含めて、ね、そう今日はどこからお送りしますみたいな。でもスタッフさんのねやっぱりジャッジが結構重要だと思いますんで。はい、わかりました。じゃあいきます。3、2、1、ダン。 RDS レーシング、よいしょ。はい、ということで、本日はですねなんと私 MC を務めさせていただきますみんなの高道です。お願いします。今日はなんとこちら見てください、ハーバーサーキット木更津さんにやってきましょう。ジャッジ厳しい厳しい。全カット、全カット。これ全カット今の。何より後ろのハーバーサーキットのスタッフさんがずっと腕組みしてます。あとゴミを甘噛みすんのやめてもらっていいですか、うん、ね、2回ぐらいあったよね。2回ぐらい何個ダメ出しあるんですか僕。こっちからもそのガチの声で言うのやめてくださいよ。あと何よりやっぱり大変だなと思ったのが RDS レーシングって言った時に拍手したのがゆうすけさんとあんりさんと僕っていうこの3人だけ。他のゲストはいや他のゲストも味方でいてよ。いやゆうに関してはこっち見てへんやもう。さあこの番組はですねモータースポーツの魅力を全世界で伝えるために熱いレースバトルやさまざまな情報を発信する番組でございます。今日はいつものモバラツインサーキット飛び出して、はい、ハーバーサーキット来たぜアウトドア店さんにお願いします。来ました。さあここはですねイオンモール木更津さんの中にあるコースでして、はい、まあ、お子さんから幅広い世代にも楽しめるゴーカート場となってます。いいですよねこのイオンモールにね付帯してるっていうのがいいですよね。そうだから買い物もできるし、うん、買い物ついでにこういうところちょっと遊びに行ってまた中に行くとか、だから映画見て買い物してそうカートして映画見るんでしょ。そう。いいですね。緊張してるのがものすごい強い。でね今回はまあとにかく、はい、まあ今日ここでですねちょっとみんなでカートやってみようと思うんですが、ですね、はい。何するんですか今日。ということで、はい、まずはいつもの RDS のメンバーに来ていただきましょう。皆さんお願いします。ダメだこのやつ。いつもの流れがない。え？原画いいんでしょこの番組。毎回なんかありますよ。今回は小林カムイさんの。あ、カムイくんがね、はい、プロデュースしているあのトレーラー、はい、来てくれました、はい、入りましたよね。その小林カムイさん、なんと初めて優勝しました。ルマおめでとう。ルマおめでとう。すごいすごい続きましたね、弦がね、こうやって。そうですよ、うんうん、あと、高大さんとね、はい、そうですよ、ポジちゃんもね、ポディウムで、ね、3位乗りましたし、すごいずっと続いてますよ。あとすいません、僕、私事なんですけど、ポルシェの中古なんですけど、買いました。おぉはい、ポルシェの中古マカン、マカン、650万、先に出てると思うんですけど、マジで650万、ただちゃんとアプラスさんにお金借りてます。25万の軽自動車から650万まで行きました。すごいな。アプラスさんに名前書くと手震えましたね私。ということで、はい、改めて RDS のメンバーの皆さんに来ていただきましょう。お願いします。お願いします。
対一番来てくれる。いやー、え、ちょっと待ってください。久しぶりの人がいらっしゃいますよ。あれ、どなたでしたっけ。お久しぶりです。どなたでしたっけ。いや、じゃあ自己紹介を改めて、じゃあもうちょっとあちらの方にお願いします。光が、光がバミリここなんだよ。書いてある場所に行ってください。バミリ書いてもらってんのに、わちゃわちゃ光が今もうちょっと押し出そうとしてるっていうね。高道のところに立っちゃった。そこのポジション、 MC のポジションみたいな。で、ゆうは何やってたんですか、最近。ゆうさん、いや、最近はたまたまスケジュールがちょっと撮影の方と合わなくて。いや、みんな忙しい。みんな本当にこっからこっちまで忙しいんですけど、一番端の方だけちょっとだけ忙しくなるかもしれないですね。俺明日もここ来れますよ。毎日来れますよ。毎日来れますよ。もはや雇いますよ。すいません、ハーバーさん、高見さん、雇いますからね、本当に、ということで改めて、はい、じゃあヒカルさんからご自己紹介もしていきましょうかね、改めてね。あ、いつもありがとうございます、阿部ヒカルです。よろしくお願いします。続いてお隣ゆうさん、お願いします。お久しぶりです、金丸ゆうです。お願いします。お願いします。続いてゆうすけさん、お願いします。プロデューサーのゆうすけです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よしです。よろしくお願いします。お願いします。続いてカツさん、お願いします。お待たせしました、カネです。すごいですね。で、今ね、あのちょっとコニマッチに一個相談があるんですけど、ゆう、はい、さんがちょっと悩んでらっしゃるんですよ、はい、この番組で俺だけ跳ねてないと、キャラが今定まってないと。いや、でもハネさん全然違うとこで跳ねてるから。いや、悲しい。違うの。そういう、やめてください。これよ、高道さん。そうか、この関係性よ。今の関係性ね。そうそうそう、面白かったもん。笑ったもん、ね、笑っちゃうよね。ということで、はい、うん、今回もやっぱりこの RDS レーシングはすごいね、うん、素敵なゲストの方が来てくれてます。スーパーフォーメラーに参戦中の元気レーサー、はい、小寺和人先生。イエーイ。やばいですね、色白くない。お願いします。いや、すごいですね。 まさに弦がいいんですよ、小寺先生。この前、うん、スーパー GT ポイント獲得おめでとうございます。おめでとうございます。 いかがでしたか、そのこの前のGT は。前回からあの参戦してるんですけど、すごい調子よくて、 Q1 もトップで終わることもできて、決勝も最後厳しかったんですけど、まあ、ギリギリポイント取れてよかったです。カズト可愛いなと思って、あ、顔がどんどん赤くなって喋んない気合い。緊張します、やっぱ緊張します。何でも僕喋りが大嫌いなんで。いやいや、全然関係ない時にね、関係ない話はいっぱいするの得意なの。だけど、なんかこういう高の場というか、こういう感じあんま苦手です。じゃあ僕がスーパー GT の時もあんまり取材に行かない方がいいですね、そしたらね。はい。取材してもらえよ。を嫌うです。さあ、今回、はい、まあ、このメンツです、ね、カズト君をね、呼んで発表させていただきます。今回の企画は、ハーバーサーキット、はい、木更津アウトドア店の最速タイムを叩き出そう。イエーイ。よいしょ。道場破り、いよいよ RDS レーシング全国各地のサーキット行くんじゃないですか、これから。道場破り企画ですよ、これ。間違いない。主っているんですよ、はい、このサーキット。いますいます、各サーキットには、はい、もうね、多分これ見られてるその主の方たち、やってみろよってなってます。すごい難しいですからね。まあまあまあ、ほんとそうですね、ほんとそうだと思います。初戦で終わっちゃうよ、道場破り。そうですね。あれ、道場破りって破れなかった時ってどうなんの。罰ゲーム。はい、まあそうですね、罰ゲームなの。要は仲間です、今日は、はい、全員この道場破りするための仲間です、はい、なんですけども、最速タイムを更新できなかった場合は、まあセンブリ茶をみんなが飲むと、うん、みんなが飲む。いや、言ってもいけますよ、更新できますよ。行く、行きます、行きます、余裕です。だからセンブリ茶ね、用意してくれたスタッフに言いたいですよ。お、俺たちは更新したから飲んでもらおうよ。あ、更新、ね、うん、更新したら飲んでもらおう、うんうん、じゃあ更新したら、じゃあハーバーサーキットの皆さんに飲んでもらえますか。あ、いいですね、いいね、いいね、そうしよう。なんかそしたら細工されそうだけど大丈夫。もう二度と来んなって言われそうですけど、ね、急に巻き込まれたかも。大丈夫ですか。いや、小高選手どうですか、こういうところで、まあ、最速タイム叩き出すみたいな。僕ここ一回なんかオープニングのイベントで走ったことあるんですけど、コース変わってなければ知ってるサーキットなので、はい、自信はないですけど。ないじゃん。今の話のくだりあるだろ。自信はないんですけど、いや、それこそ本当主がいるんで、うん、叶うか分かりませんが。まあそうですよね。で、まあここ実はホームページにこういう風に、はい、攻略法というのが実はこうやって出てます。まあこれが例えばね、まあ本当にこれが合ってるのかも含めて、まあちょっと皆さんで検証しながら、まあちょっと見てもらえたらなと。で、俺らはカードで走って。
あれさ、これちょっとマカンで走るでしょ。怒られるわ。まだまだローンが超残ってる。アブラスさんにもう謝んなきゃいけないから。じゃあ一回皆さん、はい、やってみましょう。まずは練習で走ってもらって、はい、そして一周、まあ、計測をちょっとしてもらう形で、うん、まず皆さんのタイムを一回出してみようと。わかります。まず皆さん多分ここの最速タイム知らない状態で走ると思うので。そうですね、はい、でも舐めてもらっちゃ困りますよ。僕たちはあのレンタルパートの鬼がいますから。そうだね、ここにね、はい。なあれですよ、あの僕ら弱虫ペダル戦略っていうのを考えてる、うん、おお、なるほど。1週間前だよ、弱虫ペダルこういう人、こういう人いる。さあということで、はい、じゃあ皆さんまずはちょっと練習走行も含めて、はい、今日は主を超えていくぞ。イエーイ。やっぱりちょっと面白いんですよ。いつも茂原でやってるような感じじゃなくて、ちょっとこうね、外側にかなり装備品がついてるので、ちょっと当たっても衝撃が吸収されたりとかして、安全性はカートよりも高いと。で、まあ、ゴーカートというまあ表現でね、もうやってますね、あそこでね、はい、あそこで今やりましたね、ゆうすけさんとひかるさんがね、まあ、そんな感じで結構当たってもその大怪我になりにくいというか、ちょっと今みんな勝手が違う感じで、いや、なん今日大丈夫かな、本当にみんななんかもうちょっと火つき始めてるじゃないですか。まだ何よりすごいのがこう、まあ、勝さんもそうですし、今日ひかるさんもそうなんですけど、まあ服装レーシングスーツじゃなくても走れる、こうやってみんなで、まあ、そういう部分も含めていいですよね。そのどうやったら上がっていくんだろうっていうのが見えにくいのがこのゴーカートかもしれないですね。だからまずにここにいる主の人とかのタイムはやっぱ相当すごいっすよ。さあ残り25秒ぐらいですね。ちょっとしたこのアンダーステアのね、音とかもピュ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 、でもスムーズですね、やっぱ小高選手のね、やっぱああいう最後の最終コーナーのところ。あ、やっぱユウさんもやっぱりちょっとね、こういうところやっぱスムーズ。あ、終わりましたね、はい。ということで6分間の練習走行が終わりました。さあ皆さん、試しに一度走っていただきましょう。まず杉ちゃん、いかがでしたか、この。いや、すっごい疲れましたね。疲れる、はい、多分正味10周もしてないですよね。そうですね、6分間走行でしたけども、すごい手が痛いです。痛い、帰りたいです。いや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 、 いやせっかく来たんですから。いや、小高選手いかがでしたか、やってみて。僕もめっちゃ疲れました。あ、すごい跳ねるんですよ、遠赤乗ったら結構跳ねて、はい、それを抑えてなきゃいけなかったんで、うんうん、手疲れましたね。いやー、ここ痛いのよ。リュウさんどうでしたか、走ってみて。いや、でもサーキット自体は結構難しいというか、うんうん、いろんなタイプのコーナーがあったんで、うん、でレンタルカートって基本的に結構タイヤが滑る状態からなんで、うんうん、いや結構難しかったです。いや、ちょっとみんなが難しいってね。めっちゃ難しいよ、ここね。僕ね、2コーナーのところね、攻略法見つけたんですよ。お、もう見つけちゃった。佐藤雄介に当てながら曲がる。やばいですねそれ。もう1回しか使えねえじゃん。当てた時に雄介、ていうかね、僕らの番組いつも見てて、はい、なんだかんだこう目標決めて番組スタートしていくでしょ、うん、だけど絶対なんか内容、あの趣旨忘れるんですよ。もう身内の競り合いみたいになるでしょ。誰が今日は一番なんだみたいな。それはお前に負けたくねみたいな。で、このレンタルカートの凄さ、うん、ウェイトの差あるじゃないですか、はいはい、だから勝がね、一番重いわけだけど、勝からしてみたら、いや、あいつらと同じ上だったら負けるわけねえやと思ってるわけです、うん、ウエイト調整できるんです。え、俺よりカズトとかユウが軽いんで、体重、うん、ウエイト揃っちゃったら、あ、どうなるのみたいな。だから朝、何キロだとかって聞いてきたのか。
すいません、あの自分が売れようとしてる番組なんだ。あ、言っちゃダメよ、言っちゃダメよ。だってタイム発表する前にその保険なんだ。さあ、じゃあ皆さんのタイムをちょっと発表させていただこうと思います。はい、8番目からまずはベストタイム33秒804、みんなの高道。いや、拍手でいいんですか。そうか、いや、これがね、早いのか遅いのかもちょっと分かんない。分かんない。そうですね、うん、じゃあ続いて7位の方、はい、まあ俺だ、アベレージタイムは33秒904、そしてベストタイムは32秒842。はい、佐藤祐介さん、プロデューサー。はい。嘘、勝つより遅いの。いいじゃんか。祐介体重何キロ？体重何キロ？いや、あの85キロ。やってない。キャサな85キロ。すごいすぎだろ、なんか。続いて第6位は、はい、アベレージタイム33秒432、ベストタイムは32秒725。勝さん。よかった。あ、やっぱでも勝つ早いのかもしれない、ね、早い、なんで、うまいから。いや、うまいんだよ。では続いて第5位、アベレージタイムは33秒411、ベストタイムは32秒222、勝さんとは0コンマ5秒差ですね。杉ちゃん、あれ、アレさん今日やばいんじゃない。だから 0コンマ5秒が50キロの体重差ってことでしょ。それどうしよう、大丈夫かな。どうしよう。いや、まあ、この結果ちょっと予想外、自分の中でも。そうね、だからせめて31秒台ぐらい入りたいなと思ってたんですけどね、うん、これはちょっと難しいね、うん、続いて第4位、アベレージタイムは32秒700、ここからがアベレージタイム32秒になります。そして、はい、ベストタイムは32秒165。よしさん、微妙だね。よしさん、どうでしたか、改めてやってみて。いや、全然まだ掴めてない。掴めてない。だってレンタルカートの帝王だからね。帝王、俺じゃなくて帝王。帝王だったんだけど。ではここから上位3人は31秒台がベストタイムになります、はい、まず第3位の方、アベレージタイムは32秒517、ベストタイム31秒833。ヒカルさん、え、俺で3番 3番タイム。3番タイム。なんか噂によると練習よく来てるみたいな話聞いてますけど、正直に言ったらいいんですか、うん、あのコスレ2回来ました。売れようとしてるな。でも感触どうでした、やってみて。ヒカルさん、いや、このサーキットの、まあ、オーナーさんが、はい、なかなか優秀な選手だったんですよ、現役時代、うんうん、なんで、いや、トラックリミットしづらいようになんか変な遠赤当たったりとか、すげー、なるほどね、考えてんなってのはすげー感じますよね。深い。でも、はい、3番だったら、まあ、ウェイトのこともあるから。予定通り。予定通り。ウェイトのこともあるからっていうのはすごいですね。で、続いて第2位、アベレージタイムは32秒202、ベストタイム31秒542。ヒカルさんとは0コンマ約3秒差ぐらいですね。ユウさん、ちょっとでも、あっちのタイム違うんですよ。言い訳上手ですね。すごいですよ。久しぶりの登場ですから ね、本当ここ1位取りたかったですね。いやですね。ということで改めて1位はアベレージタイムは32秒189、ベストタイムは31秒532、高高選手。すごい、まあまあ順当。いやいや、高高選手させたくない。ねえ、まあまあ触れようとしてるの。一応接待カードね。いや、接待カード。まあ高高選手、まず1位でしたけども、はい、まあまあここはちょっと一度とかないとって感じでした。あ、まだ金丸選手と走ってるラインが、うん、終わった後話した感じ違いそうだったので、うん、自分の中で頭打ちした気がしたんですけど、はいはいはい、まだ先が見えるかもしれない。なんかお二方お話しされてましたもんね、なんかいろいろ。でも僕はもう頭打ちなんですけど、すごいのが2人はさ、そうやって会話するじゃん、うん、俺たちなんか疲れてね、手痛いねしか言えない。ここに差があるよね。伸びていく人と伸びない人がね。伸びないキッズカードちょっと痛くてさ。さあ、では皆さんの結果を受けて、はい、ここのベストタイムを発表させていただこうと思います。2021年9月現在、まあ、2021年バージョンの、うん、はい、皆さんの予想で言うと、言ってもあれですよ、だってプロですよ、はい、うん、本当何秒、まあ、だからカズトがちょっとまだ慣れてないのも含めて31秒前半ぐらいですか。前半ぐらい。ちなみに体重とかも分かるんですか、その出した人。ここまではさすがに分かる。こだわるな、体重。いや、だってシニアランキングで
シニアランキング。シニアは入れてない。うん。シニアだ。あ、そうなんだ。では、裸で走って軽いとかじゃない。いやいや、もう寝てくれや。映してくれんだよ、これ。終わっちゃうよ、もうお昼が。ということで、はい、めくらせていただきます。ハーバーサーキット木更津アウトドア店2021年のベストタイムはバス29秒918。はい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 、はい。ちょっとセンブリ茶持ってきてもらっていいですか。売れようとして上です。まずこの記録を見て1位だった小高選手どう思います？無理早い早い無理。ヒカルさん、いやいや絶対裸出したいです。そしてユウさん、いや見えないです見えないです。いやいや見えてる見えてる。これあれでしょ、体重20キロぐらいの人でしょ。シニア、シニア限定です。でもシニアって言っても人それぞれでしょ。ちょっとそこ知りたいな。いやいやうるせえな。まあでも練習少し重ねればヨシさんも30秒とか。そうですね。ヨシ体重何キロ？59。あ、嘘だあれ、あれ変なさまよ。皆さん、まあ次回これ楽しみにしてください。この記録にこのメンバーがチャレンジをしていきます。もしこれ超えられなかったら皆さんセンブリ茶飲まなきゃいけないんで。なんかあの小庭ちがなんかわかんないですけど、僕のちょっと裸なんですけど、はい、一番信じてないよね、これを。やれるからやってるんだって。いやいやいや、そんなことない。かっこ笑ぐらい見えます。いやいやいや、かっこ笑とかじゃないから。ちゃんとできると思ってるから、みんなのことね。ね、ちょっと応援してもらっていいですか。いや当たり前だよ、君たちならできる。いやお前たちが信じてねえじゃん。お前たちが信じてねえじゃねえ。そういうとこなんだよ、そういうとこ。じゃあ皆さん楽しみにしててください。この男たちはこの記録絶対超えてやりますから、皆さん頑張るぞー。いや終わってんなもう。終わってんなお前ら本当に。大体同じぐらいのペース走れる者同士で何号車速いとかやんないと。なかなかと負けた時の言い訳してますから。どうした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 、なんかようけ喋んな今日。いや、もげすぎるですもん。人間よりコンディション良くした方が絶対速くなる。ああ、いいっすね、いいっすね。9.918を超えられることができたかどうか。ベストタイムは